指長本ヤドカリ、学名パグリスマイニューチューズは、10脚目本ヤドカリ科に分類されるヤドカリの一種。本種の学名は、ピー・デュビウスが長く用いられてきたが、2003年に P ・マイニューチューズ・ヘス、1865との再検討がなされ、ピー・デュビウスは、シノニムとなった。生態の好調は5から15ミリメートルほどで、日本産ヤドカリ類の中では、小型の部類である。 ハサミ足は右側が大きく表面に小さな下流が密布する。第2.3歩脚は指節が前節よりも長く、これが和名、指腸の由来である。貝殻を支える第4歩脚は不完全なハサミ足、第5歩脚はハサミ足である。また大型個体ではハサミ足や不足に細かい短毛が生える。生児の退職は単力褐色で、 ハサミ足や、ふわしは、濃淡からなる太い横縞模様、第二触角は細かい横縞模様がある。本種と生息環境が重複する、ヤドカリ類には、テナガツのヤドカリ、ディオゲネスニティダムニス、爪長横バサミクライベネリアスロンジェターズス、コブ横バサミシーインフレスパネタス等がいるが、テナガツのヤドカリは、左のハサミ足が長く、第二触角が羽毛状になること、 爪長横バサミや小ぶ横バサミはハサミ足が左右とも同じ大きさであることから、それぞれ本種と区別できる。同族の本屋ドカリピーフィルホーリーとは、足が無事模様で先端が白くないこと、生息環境が異なることから、区別できる。北海道石狩湾から九州、日本以外では朝鮮半島にも分布する。内湾の干潟周辺。 奇水域と、その超過体にある甘元からなる藻場に生息する。また、外洋に近い、小さな入り江の砂浜でも見られることがある。個体数は多く、生息地では、しばしば高密度で生息する。内湾環境を示す、指標生物としても有効である。同所的には、海にな類、むしろ貝類、カキ類、ヒメハゼ、アベハゼ、ケフサイソガニ、 スジエビモドキ等が見られる。本種が主に利用する貝殻は、道書的に住む海になるい、むしろ貝類、イボキサゴ等だが、川から流されてきた川にナの殻を利用することもある。大型個体は、スガイ、コシダカガン殻、コナガニシ等に入ることもある。干潟では、タイドプールやミオスジの水中で活動し、干出した、砂霊場には少ない。 活発に歩行するが、危険を感じると貝殻に素早く引っ込む。冬には深場に移るため、海岸ではほとんど見られなくなるが、メスはこの時期に放乱することが多い。雑食性である。無脊椎動物や小魚の死骸、海藻、砂中のデトリタス等を漁るほか、ごく小型の水性無脊椎動物を捕食することもある。小前智之、三島。 シンジエーリーディスクリプションオブパグリスマイニューチューズヘス1865エーシニアシノニムオブパグリスデュビウスベントスリサーチ5815から302003年6月1日ジャパニーズアソシエーションオブベンターラジーハット ABC 宇都美富士を西村三郎鈴木克美 エコロン自然シリーズ海岸動物 ISBN45 億8632万10591971年、発行、1996年海底版広域者、ABCDE 三宅貞義、原職日本大型広角ルイスカガエ ISBN45 億8630万 6, 6 2中1982年育者、ABC 三浦智行。 日型の生き物図鑑 ISBN9 兆7848億6124万1 3 9 2二千7年南方新社図鑑修正版 AB 小林康政山系ポケットガイド16海辺の生き物 ISBN46 億3506万2 2 6 2十二千年山と警告社伊藤俊主川にな寄よりんした指長本屋狩カの野外最終例キャンサー 37から38、2007年5月1日、日本工学類学会。ありがとうございます。